武装を目指します。ここの木であれば良い笛が作れそうだが、ずっと持っていてもらうためにも丈夫な木を探そう。
木の枝で作ればきっとよく響く。姉上のためにも早く持って帰ろう。雪村様。安土まで私が友をさせていただくことになりました。聞いていますよ、雪村。本当は信長公にお目にかかりたいのでしょう。いえ、私は。冗談ですよ。ありがとう、雪村。心強いです。姉上、どうかお気をつけて。安土まではこの者も友をしますので。よろしくお願いします。あらあら、それはますます心強い。あ、だけど信行は来てくれないのですか。あ、それはそれも冗談です。ごめんなさい、意地悪をして。武家の娘としてとうに覚悟はできていたことですが、あなたたちと別れるのだけは寂しく思っていました。姉上、少しの間でも雪村が共に来てくれるのは本当に嬉しい。信行も私たちに代わり父上をお支えしてくださいね。はい、姉上。武田のお家が滅んでしまい、真田の行く末は今とても不確かです。今こそ私たち家族は皆それぞれできることを精一杯やらなくては。頑張りましょう、二人とも。はい、姉上。姉上。はい、肝に銘じます。ええ、良い子ですね、二人とも。うんうん、いいもんですね、兄弟ってのは。あらあら、あなたも甘えてくれていいんですよ。あ、thank you.
良い武器は良い品が入っております。次の出陣は いらっしゃい。 いい商品が入ってますぜ。また来てください。姉上の身を危険にさらさないためにも無用なあら…あらあら雪村、そんなに気負わずとも良いのですよ。私も自分の身くらい守れますから。いざとなったら私がお守りします。さあ進みましょう。
天下無双。お仕事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 。姉上、あら、いざとなったら。
姉上、もうすぐ安土です。これで、あ、雪村、顔を上げてください。私をきちんと最後まで送り届けてくださいな。姉上、必ずや無事に送り届けてみせます。キョロと見苦しい。もっと泰然となさい。どこの田舎から出てきたか知らないけれど。これは失礼いたしました。私は真田幸村、信濃の国衆真田昌幸の名代として。別に聞いていません。はあ、チャチャ様。幸村様、うん、しました。いや、真田、チャチャ様か。雪村様、何ぼーっとしてるんすか。姉上はつつがなく城に入られたか。はい、滞りなく。侍女の振りとか肩が凝ってたまりませんよ。ありがとう。それで信長様はおられません。今日にご滞在だそうで。なんだって、いつお戻りになるのだ。それはなんとも。なんか西国で大きな動きがありそうなので。そうか。だが私は信長公を見極めて参ると父上に約束したのだ。いや、それは言っちゃうなんですが、あまりまともに取り合っていただけては。頼む、今日に行って信長公の動向を探ってくれ。何を言ってるんすか。雪村様や姉上様のそばを離れるわけには。信長公が今日に行かれたのは、そなたの言う通り大きな動きが近々あるからだろう。織田の天下がいよいよ定まるのかもしれない。ならばいち早く父上にお知らせしなければ。それはそうですけど。姉上も皆ができることをそれぞれやらねばとおっしゃっていた。安土にいる私だからこそできることをしたい。どうか頼む。わかりました。でも本当無茶しないでくださいよ。わかっている。そなたも気をつけてな。新しい馬が入っています。ありがとうございます。また寄ってください。
良い武器は良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。
何者と聞いているのです。名を明かせぬなら。サスケか。助けてくれてありがとう。雪村様、よかった、ご無事で。私を助けてくれたんだ。それより、何が起こっている？一大事です。織田信長公、京の本能寺にて家臣、明智光秀の手にかかり、お討死に。信長公が謀反に倒れたというのか？そうか、それで明智の兵が安土を抑えようと。姉上は小口だろうか。不穏な様子に気づいて、お城の方々は事前に逃げ出していたようですよ。チャチャ様もそれで逃げてこられたのですね。ところでチャチャ様はどちらのご家中の？のんびり話し込んでる暇ないんじゃないの？そうね、雪村様、まずは一刻も早くここを離れましょう。わかった。チャチャ様もそれでよろしいですか？ええ。姉上もきっと安土を脱出されているはず。なんとか見つけ出してお助けしなくては。あんたもまだついてくる気？まあ、面白そうだし付き合ってあげるよ。そうか、それは心強い。ありがとう、サスケ。なんかな。いいんだけど。無駄口はそこまでになさい。行きますよ。はい。はいはい、やりゃいいんだ。先輩を立てなさいよ。姉上も町の中におられるだろう。早くお助けしなければ。子供二人の面倒は任せたよ。ザコの相手はやってやるからさ。雪村様、そっちの方、絶対に私のそばを離れないこと。ここに姉上って人も増えるんでしょ。ガキ三人を死なせないか。ご苦労さん。追われるまでもないっていうの。全員守るのが雪村様のお望みなんだから。それじゃ邪魔者を吹っ飛ばせるよ。あなた、あの者を助けなさい。そんな時間あるの？せーの！
頃の少女。それなら町の裏路地で見かけたが。逃してなるものか。光秀様の天下がため。子供追いかけ回して何が天下だよ。これだから武士ってのさ。敗北条件変更。行くぜ。
ら東の方が騒がしい。みんなあちらへ向かうぞ。あとはあいつら始末しちゃえばいいか。開門！あそこまで行けばジョークは抜けたも当然。こっそり、でもなるべく急いでですよ。その毒が入り込んでいたか。戦に乗じて不届きな真似を。不届き、謀反人の家臣は何の冗談だよ。やるじゃん、私の次にね。あなたが来たのですか。では羽柴の軍はすでに。うん、それはもう大急ぎで。ん、この子たちは。ゆえあって連れになりました。真田幸村と申します。茶茶様には危ういところをお救いいただきました。私は何も。あなたこそ。そうか、一緒に安土を落ち延びたんだね。ありがとう、偉いね。私たちは機内に戻るけど、あなたたちも一緒に行く？いえ、私たちは国に戻ります。サスケはどうす？あれ、さっさと姿をくらませたようですね。そうでしたか、ちゃんと礼を言いたかったのですが。そっか、送ってあげたいけどごめんね。私たちも時間がなくて。お気遣いなく。ここまで来れば追ってもないでしょうから。うん、本当にありがとう。さ、行こう。
ええ、チャチャ様、道中お気をつけて。あなたこそ。はい、今度は泰然としております。その世話をかけました、ありがとう。いいえ。羽柴の軍って言ってましたよね。じゃあ、あのお姫様、ひょっとして雪村は父上にお話しなければならないことがたくさんありますね。はい、姉上、急ぎ真田の里へ戻りましょう。それにしても信長公が倒れるなんて。